はい、というわけでやってまいりました。今日はですね、2020年春の新車ランキングというわけでやっていきましょう。今日はね、あの小型車ということで、これね、ちょっと某雑誌さんのねやつをちょっと参考にしております。評価者4人が評価したというランキングになりますね。では早速見ていきましょう。ではランキング12位、ミラージュ三菱ミラージュ。今ねこんな形してるんですね。これタイ仕様と日本車仕様でだいぶデザインが違うんですね。ミラージュね、2012年の8月か、だいぶモデルチェンジしてないんですね。 1.2 リッターの FF と、ちなみに JC08 モードは 23.8kPa ね。では次11位行ってみましょう。ルーミータンクトールということでね、これ姉妹車ですよね。トヨタのルーミータンクトールが、11位ということで、まあ、これね、あのコンパクトカーなんですけど室内がすっごい広いですよねなんかちょっとミニバンみたいな感じで、まあ、高さを生かした広い室内ということでね、だいぶねこれ広かったですね。ちなみに排気量は1リッターと1リッターターボというものがあります。では次10位、ポルテスペイドということで、これもうトヨタですよね。ポルテあんま見ないですよね街中でね。こちらは 1.5 リッターの FF と 4WD が用意されてますね。はい、では次行ってみましょう。9位、パッソブーンということで、おトヨタは続きますね。パッソがトヨタでダイハツがブーンね。まあすごいね、この扱いやすそうなサイズ感ですよね。はい、ではどんどん行きましょう。では8位、スズキイグニスということでね、これ私結構好きなんですよ。個性的ですよね、デザインがね。この写真はハイブリッド MZ ということで、まあ、結構ねなんか走りそうなデザインしてますよね。ちょっとオーバーフェンダーがねグッと膨らんでてね。では次7位行ってみます。7位、ホンダグレイスイエーイ、やっとホンダ出てきましたね。グレイスが、7位に入ってくるんですね。こちらね2014年に、発売と、で2017年にマイナーチェンジしてますね。まあ、ホンダセンシングがねついて、まあ、価格帯も比較的安いですよね。この辺はいいと思います。では、6位、トヨタアクアアクアもう出ちゃうんですね。6位で古いですね。2011年かで、19年に、一部改良と、ニューモデルが出るという噂ですね。燃費ねすごい、JC08 モード燃費で、34.4 から、38kPa ね、すごいわ、さすがトヨタ。まあこれ今だったらその値引きとかやってくれんのかな結構。では5位いきます。5位、日産ノート。おおいいね。こちらね 1.6 リッターと 1.2 リッタータイプがありますね。まあもちろんハイブリッドもあるんですが、ノートといえばねいいパワーですよねこちらね2017年発売なんですが、18年の7月に e パワー 4WD 車が追加されたという感じですね。まあどうせならねこの e パワー乗りたいですよね。はい、次はスズキソリオということで、価格帯は148万円から売ってるんですね。一番高いハイブリッドで221万円ね。 JC08 モードは22から32キロパリッターと、だいぶ前にね一回モーターショーで見たんですけど、このクラスにしてはね結構内装がね豪華で、まあ、質感もいいなという印象はありましたね。まあ、スズキはねマイルドハイブリッドっていうのがありますよね。 MT ベースのオートギアシフトっていうのを、採用されてますね。オートギアシフトの特徴は変速時にねスピードが落ちますよね。その時にモーターがアシストしてくれるということで、まあ、スムーズな加速ができるというものですね。まあ、1.2 リッターハイブリッド、まあ、結構走りも良さそうですよね。では3位行ってみようと思います。3位、マツダ2ということで、まあ、2014年の9月に、まあ、デミオとして発表されましたね。まあ、こちら最新モデルが、2019年の7月にマイナーチェンジして、マツダ2という名前に変わりましたね。まあ、デミオの方はなんか私的には馴染みがあるんですけどね。こちらねディーゼルがあって 1.5 リッターディーゼルターボですねと、普通のガソリンの 1.5 リッターと、
まあ、ハイブリッドはないということで、JC08 モード燃費は 17.2 から 25.2 キロパーリッターですね。まあ、駆動デザインということで、まあ、見た目がね結構かっこいいですよね。コンパクトカーなんですけどね、このシルエットがすごい美しいなと思います。まあ、内装の方もね、結構ねいいんですよね、マツダってね。一番高いのがね XDL パッケージ 4WD ということで266万円するんですね。高いなこれ。まあ、オートクルーズコントロールがね全車速対応ということで、まあ0キロから追従できるタイプになりますね。はい、というわけで、次2位いきます。ででん、2位ホンダシャトル。来たこれ、ホンダシャトル来ました。こちらは2015年の5月に発表で、19年の5月にマイナーチェンジしてますね。で、価格は180万円から277万円ですね。うん、さっきのデミオとあんま値段が変わらないですよね。いや、シャトルね、ほんとマジいいなと思ってるんですよ。まあ、スタイリングからいくとね、やっぱマツダとかには負けるんですけど、やっぱね、この乗り心地とかね、このスムーズな走りとか、あとね、なんといってもこの室内の広さですよね。で、まあ、5ナンバー枠ということで、すごいね、やっぱ使い勝手がいいなと思います。まあ、新しいフィットが出たんですけど、このシャトルはまだ現行モデルということで、まあ、ただね、ホンダセンシングとかはね、この前のままなんですよね。追尾のね、クルーズコントロールは、25キロ以上ということですね。意外とね、これのハイブリッドじゃないのもおすすめだと思います。まあ、一番安いので180万円から買えますんでね。はい、では次ね、1位いってみましょう。流行る1位はこちら。スイフト。あ、スイフトなんですね。やるな鈴木。ホンダとトヨタのねコンパクトカーを追い抜いてこのスイフトということですよ。いや、デザインがねかっこいいですよね、スイフトね。先代のねデザインもすごいいいなと思ってたんですが、まあ、今回のねこの2017年に発売したモデルからだいぶデザインが変わりましたよね。すごいねヨーロピアンなデザインで、それでいてねスポーティーな感じもしていいですよね。こちら価格帯はね、一番安いので137万円から買えるんですね。あ、安いな。で、一番高いのでも209万か。ちなみにこれね、スイフトスポーツの FF ですね。209万でスイフトスポーツが買えるんですね。ちなみにね、エンジンは 1.4 リッターターボ、1.2 リッターハイブリッド、で、普通の 1.2 リッターガソリンタイプですね。で、1リッターターボっていうのもあります。スイフトハイブリッド RS がね、まあ1位ということで、まあ、やはりね、価格帯っていうのが結構重要になってきますよね。で、それでいてこのクオリティですからね。まあ、スイフトはね、このスイフトスポーツっていうね、フラッグシップカーがあるんで、まあ、それで、まあ、この普通の、モデルも結構走りを特化したようなイメージが強いですよね。スイフトスポーツは、直四の DOHC ターボ、1.4 リッターですね。最高出力140馬力と。いやー、なかなかね、バランスの取れた、スペックですよね。これぐらいの排気量の方が結構ね、ぶん回してね、走れるんで、いや、人気のあるモデルですよね。まあ、もちろんね、MT があるということで、まあ、根強い人気がありますよね。ほとんどの方がね、これ、買い物車として使うとは思うんですが、まあ、このスイフトスポーツみたいにね、このガソリンエンジンなんですが、まあ、スポーティーな感じもして、この辺もやっぱ人気のうちの一つなんでしょうね。はい、いかがでしたかね。2020年春の新車ランキングということで、今回はね、コンパクトカー編でした。いや、なかなか面白かったですね。この4人の評価者なんですが、まあ、某雑誌社の方々の評価ということでした。詳しくはね、下の概要欄に、何から参考したか書いてますので、クリックしてくださいね。はい、私のチャンネルが面白ければ皆さんグッドボタンお願いします。そしてチャンネル登録よろしくお願いします。はい、というわけで、2020年春の新車コンパクトカーランキングでした。じゃあね、ボーイシュー。